日立 ZW220 ハイブリッドは世界初の量産ハイブリッドホイールローダーで、最先端のテクノロジーを駆使して開発しました。でその、仕組みとしましては、エンジンに発電機をつけまして、それで発電機で、電気を発生させて、その電気を、トラクションモーター、この2個のトラクションモーターに伝えることで、走行を実現しています。でさらにですね、このホイールローダーがこの減速をするときのエネルギー、これを回収しまして、キャパシタに電気として蓄えて、それを再利用するというところで、ここがまあハイブリッドの特徴になっております。ハイブリッドホイールローダーのキーテクノロジーはモーター制御システムです。モーター制御システムを改良することで、トルクコンバーター車以上の性能を確保しました。日立のハイブリッドホイールローダーでは、走行と掘削が独立制御になっており、市場で受け入れられるか心配でしたが、お客様にとってのメリットは、燃費低減、低騒音化、イージーオペレーション、そして安全と信頼性の向上です。我々としては、新しい制御システムを評価するために、使用頻度が高く、各種作業を実施する産廃、採石業者にてカスタマー評価を実施しました。こちらの現場を選んだ理由としては、走行距離が長いっていうのと、あとはいろんな種類の作業をするっていうので、こちらを選びました。日立建機さんのハイブリッドのホイールローラー、燃費がいいね。音が静かだし、排気ガスがきれいだし、環境に優しいね。操作性もすごく良くて、走行や掘削もかなりスムーズだね。ハイブリッドカーといえば低燃費ですよね。会社を切り盛りしていく上で非常に重要なコンセプトの一つになっております。燃費低減ができる、環境に優しいイメージの日立ハイブリッドホイールローダーを検討したいですね。ハイブリッドシステムを採用することで 30% の燃費低減を達成しました。それからオペレーターにとってみれば、もちろん生産性を維持することによりまして、さらに操作性を改善することで疲労を軽減させるというのが大きなメリットになるかと思っております。次回購入時も操作性が良く、作業量を落とさず、これより大きなクラスのハイブリッドカーが出たら検討してみてもいいね。これまでコンセプトでしかなかったこのハイブリッドホイールローダーを量産化したこと、それからこれによって燃料の大幅な低減をすることによって、環境保全に貢献できる車両を開発することに対して、我々設計者は非常に誇りに思っているところです。日立建機は最新テクノロジーをお客様に提供することで、お客様満足度向上を常に考えています。お客様の要求は高性能、低燃費、低コストです。これが将来のホイールローダー開発のチャレンジとなります。